こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は2021年振り返り、子育て世帯への臨時特別給付金についてのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。1月15日、福岡ソフトバンクホークス本田雄一コーチの嬉野市観光大使委嘱状交付式が行われました。今年で就任10年目となる記念すべき日となりました。1月30日、嬉野温泉商店街本通りにゆっつら広場が完成しました。子ども連れで楽しめる新たなスポットとなりました。2月16日、フードバンク佐賀と食を通じて人と人とがつながる連携協定調印式が行われました。これによりフードロスを削減し、子育て世帯への支援に回すなど、過剰になった食料の有効活用を目指します。3月18日、昨年6月に日本遺産に認定された砂糖文化を広めた長崎街道シュガーロードを記念し、開発されたスイーツのお披露目会が行われました。嬉野茶を生かしたお菓子をテーマに市内5店舗が開発を進めました。試食された皆さんは新しいお菓子に大満足のようです。4月12日、 KBC 九州朝日放送との間に防災パートナーシップに関する協定が結ばれ、その締結式が行われました。災害時の情報共有や平常時には防災意識の向上のための活動を共同で行うなど、災害に対する心強いパートナーができました。4月20日、4社合同進出協定式が行われました。今回の協定締結により東京に本社を構える IT 企業4社が綿屋別荘にサテライトオフィスを持つことになりました。嬉野にはこれまでなかった業界の進出が進んでいます。5月6日、地域おこし協力隊任命式が行われ、新しく久野優子さんが任命されました。現在は嬉野市への移住促進のためにネットラジオの運営などを行っています。5月9日、東京2020オリンピック聖火リレーが嬉野の街を走り抜けました。沿道に駆けつけた皆さんも笑顔で手を振り、とても賑やかな一日となりました。8月中旬、記録的な大雨により市内で多くの被害が発生したことを受け、8月16日に市長による緊急記者会見が行われました。ここでは被災された市民へのメッセージや今後の対応方針が伝えられました。8月22日、県内一周駅伝嬉野たら駅伝チームへの横断幕寄贈式が行われました。市内企業の賛同により横断幕が作成され、企業からの応援企画も提供される予定です。嬉野市のランニングシーンがこれから盛り上がっていきそうです。9月10日、嬉野市施設園芸団地スマートアグリ宮の本の入団式が行われました。宮の本に整備されている施設園芸団地へ新規就農者を呼び込み、これから嬉野市での新しい農業の形が始まります。9月29日、株式会社アフロシートの進出協定締結式が行われました。アフロシーはアプリやシステムの開発を行う IT 企業で、嬉野市企業誘致ビルにオフィスを構えます。また新しい企業の嬉野進出となりました。9月29日、和歌山大学観光学部との連携協定締結式が行われました。今回の協定締結により、和歌山大学観光学部が持つ観光に対するノウハウを得て、地域振興や人材育成につなげることが期待されます。そしてこの日、
第1回嬉野未来づくり塾が開催され、和歌山大学観光学部教授などによる講演があり、早速情報共有が始まっています。10月12日7人制ラグビー女子東京2020オリンピック日本代表堤穂香選手が塩田庁舎を表敬訪問されました。嬉野市出身者として初めてオリンピック選手となった堤選手は地元の温かい歓迎を受けました。11月14日西九州新幹線嬉野温泉駅開業1年前イベントが開催されました。駅前にはステージやグルメスポットが出現し、さらに駅の完成予想図が 3D 映像で公開されるなど、多くの人が大いに楽しんだイベントとなりました。11月19日第75回全国茶品評会が開催され、その結果報告会が嬉野庁舎で行われました。受賞結果はこちらになります。今年も嬉野茶が素晴らしい実績を残しました。子育て未来課辻です。福祉課福田です。子育て世帯への臨時特別給付金についてお知らせします。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、子育て世帯を支援する観点から、18歳までのお子様がいる世帯に対し臨時特別給付金を支給します。対象となる児童は平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた0歳から18歳までの児童が対象になります。一つ目は令和3年9月分の児童手当の支給対象となる0歳から中学生までの児童です。二つ目は9月30日時点で高校生などの児童で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童になります。就職している高校生年齢の方も対象になりますが、婚姻している方は対象にはなりません。3つ目は令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児で児童手当の支給対象の児童です。支給対象者は児童手当受給者、もしくはそれに準ずる対象者になります。1番目は令和3年9月分の児童手当受給者です。ただし特例給付の支給を受けた方は今回の給付金の支給対象者ではありません。特例給付とは令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方で、一人当たり月額一律5000円が支給されている方になります。2番目は令和3年9月30日時点で高校生等を養育している方です。ただし保護者のうち主たる生計維持者の所得額が児童手当の所得制限限度額以上の方は支給対象になりません。3番目は令和4年3月31日までに生まれる新生児の保護者で児童手当を受給される方になります。所得制限限度額はご覧の通りです。所得制限限度額は支給対象者の扶養親族等の数に応じて設定されています。扶養親族等の数が増えると限度額も引き上がります。支給額は児童1人当たり10万円を支給します。支給額については国が当初先行分の5万円の現金給付と追加分の5万円相当のクーポン給付が基本と示していたため、嬉野市でも5万円の現金給付の手続きを進めていましたが、その後5万円相当のクーポン給付について国の考え方が示され、自治体の判断により現金給付も可能とされましたので、嬉野市では児童1人当たり10万円を一括で支給することになりました。支給方法及び支給時期は対象児童ごとに異なります。まず0歳から中学生までの令和3年9月支給分児童手当の受給者は申請手続きは不要で、
児童手当登録口座に振り込みます。支給日は令和3年12月24日金曜日です。すでに対象者には12月13日付で児童1人当たり5万円を支給する旨のお知らせ文書を郵送していますが、その後5万円相当のクーポン給付についても現金で支給することとなりましたので、児童1人当たり10万円を一括支給します。なお支給額を5万円から10万円に変更するお知らせ文書は12月21日に対象者に郵送していますので、郵便をご確認ください。また、児童手当の支給対象児童に同居の高校生がいる場合は一緒に振り込みます。さらに令和3年9月1日以降に生まれたお子様の児童手当の手続きが12月10日までにお済みの方にも申請は不要で児童手当登録口座に振り込みます。次に高校生年齢の児童のみを養育している方および公務員で児童手当を受給されている方は申請手続きが必要になります。嬉野市に住所がある対象年齢のお子様をお持ちの保護者の方には12月24日に申請書を郵送いたします。なお申請は保護者のうち主たる生計維持者の所得額が児童手当の所得制限限度額未満の方が対象になりますので、郵送される文書をお読みいただき申請してください。申請の方法は塩田庁舎の子育て未来課または嬉野庁舎の福祉課の窓口に申請書を提出していただくか、申請書と一緒に同封した返信用封筒で郵送いただくかのどちらかの方法でお願いします。申請書受付期間は令和4年1月4日から令和4年3月31日までです。郵送で申請書を提出する方は3月31日必着になります。支給時期は申請書が月初めから中旬までに提出された分は提出された月の下旬に支給します。申請書が中旬から月末までに提出された分は翌月の中旬に支給します。最後に令和3年9月1日以降に生まれた新生児の児童手当の手続きを12月13日以降に行う方は申請手続きが必要になります。出生届提出時に窓口でご説明しますので申請をお願いします。なお12月13日よりも前に児童手当の手続きがお済みの方は申請不要で児童手当登録口座に振り込みますので申請の必要はありません。申請書受付期間は令和4年1月4日から令和4年3月31日までです。ただし3月中旬から下旬にかけてお子様がお生まれになられた方はご連絡ください。支給時期は申請書が月初めから中旬までに提出された分は提出された月の下旬に支給します。申請書が中旬から月末までに提出された分は翌月の中旬に支給します。ご不明な点がありましたら塩田庁舎子育て未来課か嬉野庁舎福祉課へお問い合わせください。以上、子育て世帯への臨時特別給付金についてお知らせしました。12月の休日在宅当番医はご覧の通りです。12月の小児時間外診療はご覧の通りです。今年もホットステーションをご覧いただきありがとうございました。来年もぜひご覧ください。それでは皆様、良いお年を。